今日は待ちに待った修学旅行だ。京都か。俺を呼んで、京都かいいな。よし行こう。京都か。あ、用意できた？できたできた。キャナメは？あれ？意外と少ないね。え、そうなの？得もある？4泊5日やで。こんなもんじゃん。そうかな。私もっと多いよ。もう適すぎやったよ。はぁ、あ、女は無駄なもんばっか持ってるからな。そんなことないよ。みんな必要なものだろ。はぁ、あ、さ、そろそろ行こうよ。おい、行こう行こう。調子じゃ大変や。お、結構集まってるやん。駅に集合か。よっよいよいよだな。おう、せやな、ミノル。ところで、大輝見なかったか。いや、塔は見てないな。どこ行ったやろな。どこ行ったんだ。どっかで、なんか食っとんじゃん。おはよう。おはよう。おはよう、おつきさん。ワクワクするわね。ほんまやわ。ほら、ワクワクすっぞ。俺も昨日興奮しちゃってなかなか眠れなかったのよ。あ、見た。デートの話かと思った。デートして興奮しちゃってってことかと思った。あ、でもじゃないわ。手握ったことに興奮しちゃった。あ、びっくりした。そのことかと思った。そのことじゃないな。そして3年生一行は電車で一路京都へ向かうのであった。おう、俺たちの泊まるホテルか。結構でかいな。なかなかいいホテルじゃん。よう、おう、探検に行こうぜ。おう、行こう行こう。探検？そう、このホテル結構いろいろあって、うん、面白そうだからな。あ、そうなんや。大将、そうやな、行こうか。よし、なら決まりだ。おう、決まりや。なら決まりだ。いや、京都や言うてんねん。奈良じゃないよ、ね、京都や。はい、じゃあ行こうぜ。お、じゃあ行こう。スルするな、俺のダジャレをスルするな。食い物があるといいな。食い物ばっかりやな、お前。というように修学旅行1日目は過ぎていった。修学旅行2日目。あ、朝まで、あー、朝まで騒いでたからな。あんまり眠ちょっと寝れへんかった、あんまり。おはよう。おー、お前元気かな。頭痛いわ、お前も。実はもうすぐ売ると思うで。おー、大地、昨日は眠れたか。あ、そうか、クラス違うか、こいつら。バッチ。マジか、ええな。お前どこでも寝れるからな。どこでも寝れは、慣れないわよ。お前どこでも寝れるからな。どこでも寝れないわよ。寝れるとこだけ。もう噛んだらあかん。噛んだらあかん。今日バス見学。お、どこ行くんやろ。あ、寝てるぞ、バスの中。そろそろ集合じゃないか。マジか、早いな。行こうぜ。行こう行こう。今日は一日バスでお寺巡り。あー、眠い。やっぱ眠いわ。もうなんもないや、イベントが。ちょっと待ってよ。おー、キュンキュン、キュンキュンすんなって。あ、こいつ、お土産に木刀なんか買ってんだぜ。マジか、中学生っぽい。根性とか書いてあるんですか。違うね、努力。努力か、そっちか。いいだろう、何買ったって。おー、いいけど、中学生っぽいなと思って。しっかし、今日は一日バス移動で疲れたな。明日もだね。明日もお寺なんか回ったってつまんないよな。いやいや、そこに気づくのが大人への一歩よ。そうだ、あ、大地、今夜俺たちの部屋へ来いよ。あ、来い来い来い。ギョン、お前らの部屋へ。お、そうそうそう。先生に怒られないかな。バレへんに来んねんで、そこ。大丈夫だよ、見つからなければいいんだからさ。そうそうそう。疲
日目は先生のガードも甘くなるって。そうだな。おう、分かった、そうするよ。おう、来い来い来い。よし、夜が楽しみだぜ。おう、楽しみやな。うまい菓子を用意しといてくれよな。あ、お前が持ってこい。何も見えないぞ。え、どうした、五感を奪われたか。当たり前にお前電気してんから。ちょっと待ってろ。ちょっと待って。あ、明るくなった。おう、実話が見える。実話に見えるな。身の良いがいいな。まあな、こうでもしないと先生に見つかっちゃうからな。おやん、こうね、携帯とかないんでね。そりゃそうだ。懐中電灯しかね、明かりがないんですよね。なあなあ、知ってるか、修学旅行でできたカップルがすでに10組もいるらしいぞ。え、そうな。そうなのか。マジか、10組でも俺らあれやで、修学旅行までできてるで。へへ、そうか。そうなのよ、いいな。大地、お前余裕だな。言うやな、お前。何が10組ってことは、女子が10人も売れちゃったってことだぞ。あ、そうか、そういうことや。売れちゃったって言い方も良くないぞ。で、つまり、俺たちが好きな子も売れちゃった可能性があるわけだ。売れちゃったって言うな、お前。あ、なるほど。余裕やな。ミノラ、その10人の住所知ってんのか、全部。それがな、うん、さすがに全部はわからないんだよな。ああ、そうなんや。なんか、役立ってるよ、役立たずやな。ああ、そうか。そこでだ。おう、ここで好きな子をお互い教え合って、その子が今フリーなのか調べないか。何それ、どういうこと。ええー、わ、中学生っぽいのいいね。たいじさあ、不当。バカ、大きい声出すなよな。わけ出すなよ、頼むで。そういうわけだから、お二人ともいいな。お、ええよ。よし、オッケーな。じゃあ、オッケーオッケー、いいよ。ええ、俺からなのか。うわ、卑怯やな、こいつ。自分から言えよ、そういう時は。みんな言うんだからいいだろ。うわ、卑怯やな。本当に本当だな。もちろんだよ。なあ、早せえ。早せえ、もうその中学生のノリええねん。俺、年上が好きなんだ。あ、いきなりだな。え、好きにおれへんのじゃ。先生。先生。聞こえないぞ。先生のこと好きな。まさか、お前、佐久間先生か。かぁ、かぁ、また意外なところに行くな。マジか。好きなんだから仕方ないだろ。佐久間先生、お前もう56ぐらいちゃうんか。6だったと思う。おぉ、26?10 歳年上、26か、若いな。ライバルは辻村先生。辻村先生ね、大変そうやな。 いいんだよ、憧れてるだけなんだから。ほら、次はミノルの番だぞ。お、ミノルの番、言えよ。待ってるさん、俺はお前ユージュンやんけ。そうやん。バカ、何言ってんだよ。してねえぞ。それってミノルの幼馴染の子か。そう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 、あの子。そうそう、学校まで組んでくれよ。あいつは違うって、そういうんじゃなくて。ミノル、耳が真っ赤だぞ。お、真っ赤いぞ。うるせえな。おい、照れるな。ちょ、静かにせえ。分かったよ、俺はそれでいいよ。それでいいよじゃない、そうなんや。いや、お前だぞ。お、俺か。やばい、どうしよう。青月さん、これさあ、ほら、青月さんとあんだけラブラブやのに、これ青月さん、あのカップルなってるとかって言われたら俺めっちゃへこむんやけど。いやいや、青月は実質付き合ってるから。うん、何、あれ、青月だからね。うん、付き合ってね。青月さんか。そうやで、付き合ってねえで。彼女可愛いもんな。そうやで、付き合ってねえ。またまたハイレベルなって。違う違う、でも付き合ってねえ。
分かってたろ。ライバルも多いぞ。ファンクラブもあるしな。あ、そうか、営業か。あのデートは営業か。そうか。よし、明日俺と太一で今フリーかどうか調べてやるよ。いやいや、いいって、別に調べんでも付き合ってるから。そうだな。ちょっと待って。なんだよ。待て、俺だけが同級生で不利じゃない？おかしくない？そういえばそうだな。仕方ないだろ、結果的にそうなっちゃったんだから。うわ、こいつはめよったな俺らを。じゃあ俺らをって、俺を。そうだ、6組のやつがさ。おお、こいつはめだな。やっぱ友達なんてそんなもんよな。何でも。おい、話聞けよ。ちゃんらしいぞ。あ、本当か？マジかよ。おいら、おい、A ちゃんじゃないんやから、もう俺の話聞けって。うわ、友達なんで結局グルになってはめてきよんねん、俺のことを。てなわけで、修学旅行2日目の夜は更けていったのだった。はは。やっぱ一大イベントですね、修学旅行。イベントが長い。修学旅行3日目。あ、おはよう。おはよう。おう、キャラメイどうした？今夜さ、私たちの部屋遊びに来ない？え、マジで？いいんそれ？お前、あ、青月さんと同じ部屋なんだよな。うん、そうだよ。マジか。ってことは、青月さんのパジャマ姿が、小杖と勇気と翼が来るんだよ。みんなおるやん。なんだ、俺のこと好きなやつみんなおるやん。みんな集まるのか。いや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 、絶対いや。一人で行く、一人で行く。絶対いや。じゃあ、よろしくね。いやいや、絶対一人で行くからな。ミノルド、大地に内緒にして、俺だけで同じこと考えてる。いいね。おはよう。まさか。お、お、お、おはよう。今、ここでカナメちゃんに会ったけど。泣けてた？今夜のことを詳しくはお前に聞いてくれって言ってたぞ。何のことだ？いや、なんもないよ。お前らは部屋におれっていう。必ずやつやけること。仕方ないか。言うか。今夜、今日さ、今日の夜やん。女の子の部屋に遊びに来いって。何？そうそう、向こうからできてんで。肉食系ってやつ、肉食系。みんな集まるみたい。次は次に行かないとな。でやろ？夜が楽しみになってきたな。うまやわ、夜楽しみやな。お、俺何着てこうかな。バーカ、パジャマでお邪魔に決まってるだろ。うん、パジャマでお邪魔で決まってるんけ。そ、そうか。うん、そうそうそう、パジャマでお邪魔とか面白いこと言うな、お前。行こうぜ。うん、行こう行こう。イエーイ。あー、張り切ってないあいつら。今日も一日バスで、お寺巡り。あ、眠。でも夜になったらな、ウハウハやな、やばいな。おおおお、どうした？今日の成果を聞いてくれよ。なんかあった？お前が好きな相手がフリーかどうか確かめるって言ったろ。おお、マジで調べてくれたん？あ、お前ら、マジ調べたん？すげえな。出た。安心しろ。おう。お前の好きな相手は今確かにフリーだ。じゃないと困るわ。デートもしたのに。おい、何調べてん？安心しろって。秘密は漏らしてないから。おお、よかったよかった。な、大事。ああ、当然さ。信用ならんな。そういうわけだから、頑張れよ。いや、頑張るも何ももう付き合ってるんやって。チャンスじゃないか。いや、チャンスも何も付き合ってるんやって。女子の部屋行くだろ。おお、マジやな。お前ら、その時はお前ら、お前部屋出ろよ。分かってるよな。おい、一緒やねんから、お前なんかあるわけないやろ、お前。分からへん、みんなでっていうこともあるやん。一緒に楽しめればいいな。そうやな、一緒に楽しもうぜ。一緒に。一緒に楽しもうぜ。
面白かったな。太一、お前から行けよ。なんで俺なんだよ。任せたぞ。は、なんで俺やねん。お、すなった。お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。あ、すいません。いらっしゃい。おー、すげえやん。やばいやばい。ウハウハやん。もうみんな集まってたんだ。うん、来るの待ってたのよ。あ、そうなんや。結構楽しみにしてくれてたよ、ありがとう。あ、そうかそうか。おー、来るの遅いんだから。ごめんごめん、ちょっと待つくらいがええねんて。立ってないで座りなよ。いや、緊張するやん。そうだよ、適当に座る座る。いやいや、緊張するやんて。あ、ありがとう。ごめん、じゃあこの辺座るわ。何しようか。え、いきなり？トランプする？なら、最初はババ抜き。おう、ババ抜きからにしようぜ、じゃあ。賛成。いいね。女の子から。どうしましょう？女の子がこう、がっつり来るのええな。あ、バイバイ。というように、みんなで楽しく遊んだのだった。ミノルと太一が余計なことを言うんじゃないかと、ヒヤヒヤものだったけど、すごく楽しかったなって、それだけ？それだけかよ。なんかババ抜きとかちょっとミニゲームで会ってくれてもよかったのにな。修学旅行4日目。なんかね、ババ嵐的なね。おはよう。おはよう。朝がテンション高いな。楽しかったな、昨日。いやいや、もうお前らがもう変なこといらんこと言うんちゃうかと思ってもうビビってたけどな、こっちは。何も言わないって。頼むで、ほんま。うん。ミノル、おはよう。おはよう。揃ってるなんていうか、お前が来て揃ったな。今日の自由行動どうする？あ、自由行動なんや、どうしよう。俺はどうせ3人一緒だろ。上司を誘ってみるよ、俺は青月さんと。ごめんごめん。どこだな。うん、そやね、ごめんな、頼むわ。おお、やる気満々だな。おお、やる気満々やね。やる気満々だ、出走。よし、行こうぜ。頑張れよ。おう、頑張ろう。さーて、誘うのはもちろん。大月さん決まってるやん。よし。あ、大月さんはと、あ、おった、青月さん。あ、何？今日自由行動やんか。よかったら、一緒に。あ、お前ふざけんなって。キャナメ。おい、キャナメ。あれ？何してんの？何してんのじゃないよ、今吸ってたんやろ。え、あ、おお、俺は。今日の自由行動、一緒にどうかなって誘ってたの。え、お前もおんのかよ。え？ねえ、どうかな？もちろん、ええよ、もう仕方ない。空気読めよ。うん、まあ、仕方ないか、兄弟しな。まあ数には入らないやろ。うん、予定と違うけど、まあええ、まあええ。あ、綺麗。綺麗ね。うん、綺麗。本当に金ピカだ。ほんま金ピカやわね。え、金閣寺ですよね。だから金閣寺って言うんやんけ。お前すごいわね。すごいわ。どうやってこの建てたんやろな。いくらくらいかかったのかな。お前金やねんからめっちゃかかってるに決まってるやろ。お前換算できるもんじゃないやろ。お前ノープライスや、ノープライス。そっか、プライスですや、ノープライス。プライスですや、プライスです。そうじゃ。金閣寺の正式な名前は六音寺っていうのよ。ああ、そうね、詳しいね、青月さん。さすがやな。さすが高根。さすが高根、当たり前やろ。お前何やろ。これじゃ違うんじゃ。書いてあったわよ。わあ、それを覚えてるっていうのがさすがやっていうことや。私日本史はちょっと。いや、お前何もできへんよ。お前日
日本史以外見てけんやろ。わあ、綺麗ね。綺麗やな。本当に銀ピカだ。ああ、銀ピカってないね、お前。なんで？ちょっと俺が知っておけない。なんか都合があったやん。お金なくなっちゃったのかな。お、よう知ってんや、そうやで。まだ敵でも、そうやで。銀閣寺も正式な名前じゃないんでしょ。なんて言うやろな。ええ、正式には自称寺って言うらしいわ。ええ、勉強になる。自称寺って言うらしいよ。そうなんや。あ、お月様何でも知ってるな。何でも知らないわよ、知ってることだけ。ねえ、そろそろお昼にしない？お昼にしよう。あ、私チェック済みのお店あるんだ。何？京都といえば？ここへ来る途中にあったお店。うん。あ、おそばにお団子ついてる。お団子？私、お団子大好き。そうなんや。じゃあそこにしようか。うん、行こう行こう。うん、行こう行こう。というように青月さん、かなめと一緒に自由行動の一日を楽しく過ごしたのだった。本当に楽しかったなあ。うん、楽しかった。よっ、おう、やっ、おうおうおう、どうだった。いやいや、もうキャナメ好きやわ。楽しかったけどさ。結局誰と一緒だったんだ。キャナメとやで。キャナメと大月さんや。なんだよ、そうやね、二人っきりじゃなかったのか。そうやね、キャナメがセットやね。まあ結果としてはそうやけど。そうだったのか。なら俺も行けばよかったな。そうやな、お前ら来てよかったわ。ああ、俺も俺も。そうやね、一緒に行けばよかった。みんなでどこ行ってた。ほんでお前ら結局大地の土産会に付き合わされた。あ、そうなんや。まだ見えなかった。うまそうな菓子がいっぱいあってさ。食いしん坊やな。はあ、さすがに4日目にもなると疲れが出てきたのか、眠くて仕方なかった。はあ、最後の夜はぐっすり眠ったかというと、恒例の枕投げが始まり、朝まで。はあ、勝利終わった。はいよ。今日で終わりか。早かったな。あ、佐伯さんがなんで声かけてきたの？いい思い出はできた？いや、微妙。まあまあまあかな。佐伯さんは？そうなんや。は？あ、なんで話しかけてくんやろな。もう話しかけてこんでええのに、あいつ。あ、疲れたな。帰ってきたな。寂しいな。なんだか懐かしい感じだな。そうやな。そんなもんかな。じゃあ俺、帰るから。おう、またな。大地くん。え、最後にお前に言っとくことがある。何？なんだよ。向こうなんかしてんじゃん。家に着くまでが修学旅行です。寄り道しないで帰りましょう。なんでそりゃ。まあ、何言ってんのお前。何先生みたいなこと言ってんだよ。冗談だよ。またな。おう、またな。おう、おう。帰るとするかな。おう、まだな。疲れたな。気づけ帰るよ。家帰るまで修学旅行ぞ。おい、分かってるか。夜にすんなよ。あ、おう、おう、キャナメ。久保田君と三宮君は？そう、帰ったわ。おう、そっか。おう、そうやね。じゃあ、私たちも帰ろ。おう、帰ろうか。そうやな。修学旅行楽しかった？
まあお前のせいでみたいなとこあるけど楽しかったよ。うん、まあそうやな。すごく楽しかったよ。そっか。うん。よかったね。あ、一言やな。お前は？おい、キャラメどうやね。私？とっても楽しかったよ。ああ、そうだ、よかったやん。そうか、よかったな。うん。何これ？こうして、中学3年の最大のイベント、修学旅行は終わったのだった。なんだかんだ言って、いい思い出になったなぁ。はい。あ、っていうことなんで、キャラメに、評判を確認して、今回これでね、終わりたいと思います。おい、キャラ、キャラメ、ちょっといい？うん、いいよ。入るよ。いやー、修学旅行楽しかったね。何？あ、服買ってるやん。いや、服買ってるなと思って。いいよ。ちょっと待ってね。うん、待っとく待っとく。どうよ。せーの。ほい！あ、あんま変わってない。あ、あそこの左上の絵が変わってる。ということでね、まあ、恋人ですわね、もう。恋人。次はこの子を恋人にするっていうところですよね。で、まあこの二人はまあね、そうそう、もう結局ね、結局ちょっと一緒に帰らへんだけで友達じゃなくなるって、もう、ね、そんな友、だからね、友達とかね、めんどくさいですよね。そんなで友達じゃなくなるみたいな。はい、ということでね、今回これで、1時間も経ちますし、終われてなぁと思います。なかなかね、充実したというか盛りだくさんなね、イベントだったと、修学旅行イベントだったと思いますんでね、楽しかったですね。中学生の時ね、修学旅行皆さんどこ行きましたか、コメント欄で教えてね。修学旅行ね、京都に行ってね、楽しかったよって思った方はね、評価をぜひと呼ぶ、コメント評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。